か、本当にじゃんけんが強いのか。というわけで、12月11日に、鈴鹿家の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなものという CD が発売されるんですけど、私はじゃんけんにということで、ほんまにじゃんけんが強いのかっていうのを試す企画らしいんですけど、でここになんか指令があるので読みたいと思います。と指令、じゃんけん2位の上枝恵美香へ、制限時間5時間のカッコ仮の間にじゃんけんマンと対決してメダルを48枚獲得せよ。48枚、できれば12月14日の公演でセンターポジションを獲得、できなければ16番ってポジションで出演してもらう。現在メダルを16枚用意しているが、メダルがなくなればさらに16枚追加するが、1回追加するごとに12月14日の公演で罰ゲームを披露してもらう。以上、この試練を乗り越えてぜひセンターポジションで鈴懸なんちゃらを歌ってください。なんで罰ゲームってこれですかね。メダルが1回追加されたらってことか。1回追加されたら MC でファンファーレをいきなり熱唱、誰にもいじられない。分からんけど誰にもいじられないって辛いですね。5回追加が影穴でファンファーレを熱唱、ファンファーレが何か分からんからね。10回追加、劇場にいる間馬の着ぐるみで過ごす。何じゃそりゃ。15回追加、馬の着ぐるみを着て5分間埋設、公演始まる前にってことですかね。何喋んの。20回追加、馬の被り物で5分間埋設。被り物ってあの顔見えへんやつよね。30回追加、馬の被り物を被って埋設、金子支配人と勝つまでじゃんけんをして負けた回数だけその回数で埋設を行う。別の日もってことですかね。もう絶対負けるもん。40回追加、ブルマで歌唱。絶対嫌や、どうしよう。で待って、48回追加、スクール水着で歌唱。無理。48回、これ48が最高ってことなんかな。ブルマとスクール水着は嫌ですね。これがメダルですか。じゃとりあえずやります。はい、いきます。ポンピーナー、おっ、カッパカッパ、やっぴー。これ地道すぎません。2枚いきます。ズコってめっちゃムカつきなんか。いきます。挑戦したいと思います。20枚のメダル、はい、まず1枚いきます。はい、じゃんけんポン、あいこてぃ、1枚いなくなった。はい、じゃん
え、やばい。あと1枚頑張ります。来て、あれ入れへん入らない。ありがとうございます。はい、いきます。じゃんけんぽん、あいゴール、じゃんこ。あー、負けちゃった。じゃあ数えます。よいしょ、あいてててて、あいてて、痛い痛い。よいしょ、よし、いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ということで13枚でした。ありがとうございました。はい、上田美玲です。今からじゃんけんマンに挑戦しますいけます。じゃんけんぽん、あいゴール、じゃんこね、終わっちゃった。よし、数えます。めっちゃ地味やこれ。ここまでいったらいいかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16枚。16枚でした。バイバーイ。これ5時間って見てて面白いかな。じゃんけんぽん、みんな、やっぴー。じゃんけんぽん、ずこ、あいゴール、じゃあいゴール、じゃずこ。やばいやばい、あと4枚。あと4枚。じゃんけんぽん、ずこ。あと3枚。じゃんけんぽん、ずこ。当たり前です。怖い。いや、いけ。じゃんけんぽん、ずこ。ラスト、これで無理やったら MC でファンファイルをいきなり熱唱、誰もいじられない。いや、嫌な、どうしよう。いきます。じゃんけんぽん、ずこ。いかいやー、うそ、決定ですか、これ。やだー。いや、マジ、なんかこのさ、なんか一人でこっちやってるのめっちゃなんかあれですね。まあいいや。まあ、頑張ります。いきます。はい。じゃんけんぽん、みんな、怖かった。いける気がする。なんかいける気がする。イエーイ、ナイス。よち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 。2枚を減らしてしまった。